はい、皆さん、こんにちは、リットです。さあ、今回はですね、今期2024年夏アニメ、評価一遍作品ということでですね、マイクル、私ね、当チャンネル、おなじみ、手のひら返しがですね、またしても、まあ、今期も起きたということですね。まあ、手のひら返しじゃないんじゃないかっていう声もね、最近今よくいただいてるんですが、まあ、それ一番ことですから評価変わるのは当たり前ね。本当の手のひら返しって皆さん同じ話をね、なんか皆さんの意見聞いてみたのは面白かったですね、みたいになるのが手のひら返しかなと思うんですが、まあ、さっきね、まあ、話すことでも評価変わったということで、まあ、1位はですね、酷評していましたと。これやばいぞと。大丈夫なのかと。ね。言っていた、あの作品たちが、今回紹介していくの2作品あるんですが、一気にね、これマジで面白くなってきたなと思いましたんで、まあ、ただね、ちょっとこれ賛否あるかなと僕思ってます。うん、多分ね、好み分かれんじゃねえかなっていう。どっちも正直癖があるので、ただ僕はめっちゃおもろいなと思ってますし、まあ、僕のね、1話の酷評とか聞いて、まあ一体いいかなって思って見てない人、見てみてくださいというね、動画でもございますということで、この2作品ですね、このダークフォースと言えるんじゃないかなと思いますんで、順番にネタバレなしでですね、こちら、気を離していきますんで、その点は十分 ご安心いただけたらと。思います。はーい。ということで、早速ですね、やっていきたいと思うんですけども、まず、1作品目。こちらでございます。ナナレ、ハナナレでございます。今期 PA ワークス、オリジナルアニメということで、今期 PA ワークスさんです。なんと3作品もやってまして、このナナレ、ハナナレ、またオリジナルアニメしたら、真夜中パンチ、そしてまた、天性の桜姫ということですね、やっていまして、PA 3作品についてみたいな動画もね、実はメインチャンネルで上げたりもしてたんですが、このナナレ、ハナナレ、何言ってたかって言います。まあ、開幕前からね、非常にこれ注目度あったなというのは思ってるんですが、オリジナルアニメゆえになかなかね、話題になりづらいところもあるんですが、PA ワークスで言ったらね、まあ、パリピ孔明だったり、秋葉メイドだったりね、まあ、最近こう、素晴らしい作品を連発してますから、そういう意味でも注目かなというところの中で、こう、ナナレ、ハナレ、チアリービングのアニメなんですよね。で、1話の時、まあ、これ感想とかね、2話まで上げてるんですけど、1話の時これパルクールアニメじゃねえかって言ってたんですよね。正直やっぱ2話見た時にやっぱ1話やりすぎだったなと。正直やっぱアクションとかを、多分まあアニメーションのね、凄さみたいなところですよね。そこで引き付けようみたいなところが正直あったのかなっていうところ、それが逆に、まあそれで説明とかも少なかったですし、キャラの掘り下げとかも全然なかったですから、それが逆にね、良くなかったのかなっていうのはね、正直やっぱ振り返ってみると思うんですが、まあ3話まで見て、やっぱり正直、マジでおもろくなってきたんですよ。ただ、結構ね、なんか、シナリオはぶっちゃけ弱めかなっていうのはあって、まあ、キャラの掘り下げとかもね、まだまだかなとは思うんですが、結構ド直球にね、投げ込んでくるスポコンものだなっていうのは思ってて、で、チアリーディングって今オリンピックの競技とかもやってるんですね。パリとかになったのかな、うん、っていうこの競技のチアと応援のチアがありますっていう中で、この先応援のチアをやるかっていうところなんですけど、主人公もともと競技のチアをやってるんですよね。うん、っていうような設定で、話が始まっていくんですけれども、いやね、まあ、作画はね、やっぱ PA ワークさんももともとものすごい定評のあるところですから、まあ、非常に、効率高いし、まあ、キャラももちろん可愛い。で、まあ、色使いにちょっともともとなんか色がね、多分チカチカするみたいな話があったんですが、僕はね、そこは別に色鮮やかでいいなと思ってるという感じでですね。で、まあ、結構思いのがシリアスなストーリーとかあるんですよ。ただ、そんなね、まだちょっとわかんないんですけどね、すごいこう、みんなの仲間のあったかさとか、なんかすごい目標とか夢に向かっていく思いの強さとか、やっぱそこはすごい感じられる。どうでもあるし。結構最終的に、すいません。なんか勢いでこう持っていく感じが、まあ、やっぱね、もともと1話の時に僕ラブライブっぽい感じなのかとか言ってたんですけど、思ったら違ったみたいなこと言ってたんですけど、やっぱラブライブっぽい感じかもしれないです。結構強引なんだけれども、なんか最終的にそのチアリーディングとかのを見て、うおーってなっちゃうっていうタイプなのかなと僕は思ってますけども、どうですかね。まあ、現状そのシナリオ的に強いっていうのはなかなかね、言いづらいかなと僕は思ってるんですが、やっぱこうアニメで見た時にこう素直にこう、うわーおもろい、グッとくると、心に刺さると。いう作品になってるなっていうのはね、サーマル見た時に思います。ちょっと方向感もね、出てきたかなというのは、思ってます。はい。いいんじゃないですか。やっぱ2、なんか2話見た時にね、面白くなってきたなと思ったんで、感想とか出させていただいたんですけれども、まあ、サーマル見てもね、やっぱこれ面白いなっていうのと、やっぱ改めて1話の見せ方がミスったなっていうのも、あったんですけれども、やっぱそのシナリオの弱さみたいなところもあってね、ちょっと単体で言うにはみたいなところもあったんですが、ちょっとこうやってね、評価一遍っていうふうにちょっと紹介させていただいてるんですが、まあまあ、ここからもっとキャラの掘り下げがあったりとか、っていうのがあるとよりね、
魅力出てくるかなと思うんですけど、現状的にキャラに立ってますし魅力もあるなと僕は思ってますので、うん、いや思ったよりそのなんかスポコンものって感じもねしてて、そこもねいいですね。はい、今すぐ個性豊かなキャラクターたちがね、うん、まあいろんなこう動きをしていくっていうところで、サムはねあのキャラ予想外みたいなところもあって、ね、まあ、そこもちょっと面白かったりしたんですけれども、いいんじゃないですか。いやー面白くなってきたなと思いますし、これうまくいったらもっともっと面白くなると思ってるんですけど、結構まあどちらかというと体感感じるタイプのアニメかなとは思いますんで、はい、まあちょっとシナリオはまあある程度荒くても多めにね見たいなっていう感じですし、まあやっぱ改めてその男子のチアリーディングの場面とか見てもやっぱクオリティものすごい高いなと思ってますんで、はい、引き続き非常に楽しみな作品でございます。はーい、誰かをね応援するとかいいですね。はい、ちょっとサンは最後も笑ちょっと笑っちゃいましたけど、はい、いいんじゃないですか。はい、いやいいですよ、面白いですねこれ。なるほど。はい、ということで1作品目の評価1編作品以上となりまして、次に2作品目ですね、紹介していきたいと思います。2作品目評価1編作品、それがこちらでございます。真夜中パンチ、真夜パンということでね、さっき多分タイトルちょっと聞いた方いらっしゃると思ったんですけど、あの本日 PA ワークス3作品やってまして、それがこのさっき言ったナナレハナナレと、この今2作品の真夜中パンチ、そして天水の桜姫で、で天水の桜姫もめっちゃ面白くなってきたんですよ。ただ天水の桜姫は別に1話何も補強もしないんで、動画の趣旨には合ってないと判断して出してないだけなんですが、はい、いいですね。天水の桜姫も面白いです。面白くなってきてます。はい、非常にいいですし、稲作テーマにしてね、もう面白いなというところで。まあ、PA3 作品にしようかと思ったんだけど、前とのまた被るんだよね、ちょっと。でもあったんでね。はい。まあ、せっかくなんで、ちょっとこういう風にしたんですが、天水の桜姫もおすすめですよというのはちょっと先に言っておきましたが、マヨパンね、が、これもね、さっきはちょっと正直シナリオがって言ってたんで、多分それもちょっとそういうの荒いのが苦手な人はね、シナリオ重視タイプの人は正直結構、なあなあなあ、おもろいかってなってるかもしれないですけど、マヨパンは結構ギャグの癖が強いんですよ。なので、これハマんない人はなんかおもんねえなって思うかもしれないけど、もう僕はゲラゲラ笑っちゃいまして、今回ね。しかも、やっぱ、YouTube やってんじゃないですか、この作品って。で、僕 YouTube やってんじゃないですか。もうシンクロですよね。やっぱこのなんかすごい共感する部分もあるし、やっぱなんかある種こう同じ目線みたいなね、こうネタ作りの難しさとか、まあそんなのこの作品の主人公ってさ、なんかこう元もすごい成功してたんだけど、まああの暴力ザザザね、金こう脱退になっちゃってね、もうアンチに、もうアンチコメントにめちゃくちゃこう叩き世間が叩かれてっていうね、っていうことで1話ですね、それ謝罪しないもんですから、僕めっちゃ怒ってたんですよね。で正直まあ主人公魅力ないなとか言ったら、だんだんそのやっぱ元々1話から言ってる方いらっしゃったんですけど、主人公ちょっとバカさ加減が逆に面白いの、面白いよねって、いいキャラだねってあったんですけど、やっぱ2話とか3話見てた時に、やっぱ主人公のやっぱその YouTube、その YouTube とかのクリエイター魂みたいなところもすごい感じたし、そのかつての回想とか交えながらですね、やっていく中での、まだ吸血鬼との愉快な絡み、これがやっぱ面白いですよね。で、やっぱ2話になった時にまさかの展開だったんですよね。で、3話これ面白くできるのか、3話次第ですね、みたいなこと言ってたんですけど、あ、そういう視点かっていうところで、僕はね、結構一杯やれたなとか、おもろい、あ、こう来るかっていうところで、僕はすごい面白さ感じました。ただやっぱ結構癖強かったんですよね。この動画ネタに関しても、なのでやっぱこれはね、なんかギャグがハマんない人は思うんないって思うかもしれないんですけど、僕はなんかいろいろと工夫しながらですよね、またいろんな人のアイデアをなんか得ながら、なんかこう企画とかにたどり着いてたりとか、正直何がバズるかとかわかんないじゃないですかね。このアニメってめっちゃ難しいのが、結局世間がこうバズるっていうか、これおもろいって企画じゃないとおもろくないんで、動画でもバズってアニメでもバズるみたいな動画がそもそもなんか本当にバズんないとアニメおもろいになんないよねみたいなところがあるんで、ハードル正直かなり高いんですよね。かなり高いんですよ。だって動画ってさ、正直どれが当たるかちょっとわかんない要素ある中で、アニメはもうこれが当たると思ってやるしかないんでそこの難しさはね、今後ともあるとは思うんですけれども、やっぱしっかりキャラも立ってきてますし、どんどん多分ね、ここからこう、より感動とかもする話になっていくと僕は思ってますね、まあやっぱ。クオリティもやっぱ PA さん高いですけれども、やっぱ、声優陣もね、これ実はかなり豪華なんですよ。まあ今ですね、もう大人気声優さん、もうほんとね、ぼっちだロックでね、北ちゃんでも歌うますぎっていう、また笑いになってます。長谷川郁美さんがね、まさきって主人公の、役をやってまして、ヒロインのリブちゃんですね、この吸血鬼の、これマヨパンってそのメンバーね、まあリーダーみたいな感じでやっていくんですけど、この子はファイルーさんですね、やられててっていう感じで、あと、ヨウミヤさんもね、出たりとかっていう感じで、かなりね、まあ、声優陣も、まあ、カヨルさんともやってるね、アンチカとか、ね、コンドレーナさんとかね、
ということで、まあ、かなりですね、まあ、実は声優陣も豪華っていうのが、まあ、このね、マヨパンの、まあ、特徴かなというところでございまして、エンディングとかもね、ちょっとラップなのかみたいなちょっと疑惑があるんですが、あの入りもね、僕好きですし、はい、面白いなと、思ってます。ちょっと今後はね、僕すごいちょっとこれ楽しみになる、感じでもあるし、これは多分ね、ちょっと YouTube やってるっていうのもあるかもしれないですね。ただやっぱこの、吸血鬼要素っていうのをもう使いながらやっていくのが非常に面白いなと思って、見てます。結構わちゃわちゃしてるんでね。そこ楽しめるかみたいなところもあるかなというのは、思ってます。はい。で、ちなみにですね、今制作陣つながりで言ってなかったと思ったことを思い出したんですが、一作君ちょっと戻るんですが、この、ナナレハナナレですね。これ実は、迷子のね、監督、シリーズ構成さん、がやられているというところなんですよね。迷子はシリーズ構成ってないな。迷子の監督さんですね。が、音響監督もやれたね、あの迷子の。が、ナナレハナナレの監督シリーズ構成。また脚本もやり込む、すごいな。柿本さん、働きすぎじゃない、これね。っていうね。感じでございまして、であと真夜中パンチもね、真夜中パンチがパリピ孔明かそうなんで、結構ねPA今回制作陣めっちゃ強いんですよ。でちょっとあのまた2作目いくんですけどこのマヨパンがですね、本間監督っていうことで、これは確かパリピ孔明の監督で、桜姫はね、あの、花田さんがね、花田さんこんないい、なんか、珍しいんですよね。花田さんね、結構ぶっ飛んでる脚本多いんで、そういう意味ではなんか、すごいめちゃくちゃいい脚本なんて、それをちょっと馬鹿にしろいじゃないんですけど、ね、パリピ孔明ですね、監督さんがね、やられてたりっていうところでですね、制作陣もやっぱ強いんですよね、非常に。で、マヨパンやっぱ、パリピ孔明の制作陣っていうのもあるのが、クオリティなんか癖もありますよね。そういう意味ではね、っていうところで、はい。まあ、桜姫は花さんがやって、まあ、桜姫はゲーム原作でめちゃ人気なんですけど、ゲームがそもそもね。ということで、あの PA 3作品激アツです。あの前ね、本当めちゃくちゃ失礼というか、あの PA これ大丈夫かみたいなこと言ってたんですけども、本当すいませんでした。もうオリジナルには分かんないというね、ちょっとこうね、そうやってちょっとなんかね、あの言ってはいたんですけれども、はい、まあね。これ面白くなってきました。はい。いや、これオリジナルアニメ2作品。非常に、まあ、まだここからもね、未知数ではありますけれども、かなりいいんじゃないのっていうところを現状を掴んでますし、桜姫もね、いいアニメやってきてんですよ。ちょっと紹介してよかったか、やっぱね。で、これ PA3 作品ですね。3作品でもすでにカンパケ済みというね、恐ろしい、凄まじいね、さすがっていう感じなんですが、まあ、クオリティもだからね、カンパケって要するに全部もう納品してありますと。できてますよ、ということなんで、まあそこのクオリティ面の不安はね、全くないですし、はい。まあ内容面ですね、あとはね。まあ桜姫やっぱゲームも人気ですから、かなりいいアニメになってきそうな感じはしてますし、ね、よりもりとかはね、思い出しますね。桜姫見てると。あの感じだな。はい。で、もうこのね、2作品に関しても、評価は一気にこうね、僕の中ではやっぱ上がってますし、もう、くるくるになってますし、はい。こっからも非常にね、楽しみだなと思ってます。はーい。ということで、今回はね、まあ、評価一変作品というこの2作品、まあ、ナナレハナナレと、真夜中パンチ紹介させていただきました。あとね、PA、やってます。先作の日もめっちゃ面白いということで、アンサーさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。ということで、皆さんどうですか？今期ね、見てって、あれ、これ最初ダメだと思ったけど、あ、これめっちゃいいわ、みたいになった作品とかあります？まあ、ぜひね、そういったのもね、コメントお待ちしてまして、まあ、こちらのね、今回紹介した作品に対する感想とか見てない人はね、ぜひね、あの、1話切りとかしてる人はもったいないので、3話までぜひね、あの、各作品見てほしいな。サグナヒメもそうですけどね。PA、ああ、熱いぞというところで、ちょっとね、PA マークス最近ほんとめちゃくちゃ面白い作品ばっか作ってたんで、スキローとかもそうですけどね、バディダリーとか、あの、面白い作品ばっか作ってたんで、ちょっと大丈夫かと思いはあったんですけど、これ楽しみになってきたなというところで、まあオリジナルアニメのね、ゲーム原作というところで、はい、まあそこをね、非常にまた、楽しみに見ていきたいなと思います。はい。またね、まあ、PA、こう、3作品ね、感想動画とか、まあ、サグナヒメは別にタイトルね、しっかりこう出してるわけじゃないんですが、感想動画とか上げていくかもしれません。それがね、引き続き、コンテンツの感想動画とか、ランキング動画とかね、どんどん出していきますんで、ぜひご機嫌に、チャンネル登録、高評価もしてますね。嬉しいです。ということで、以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。